はい、どうも横浜エゴサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今回はね、上手がよく使う手の傾向と対策ということでやっていきたいと思います。はい、今回の形はですね、これもよくできるんですけども、二間開きの時に、両方爪が来るとこの黒弱いですよということはね、結構知ってる方も多いと思うんですよね。で、逃げた時に一間逃げると、ただね、この両の覗きから押さえ込まれた時に、やはりね、ここで正しくさばけないと結構ね、やっぱ嫌な手だと思いますから、はい、まあ白ももちろんものすごいね、無理をやってるというよりは、まあこの手をですね、結構嫌いすぎてしまう方が多いかなと。はい、まあ実際多少怖い手ではあるんですけど、ただ恐れすぎてしまうっていう方も意外と多いですから、でこの手をね、恐れすぎてしまうと、やっぱこういう風にね、石が縮こまっちゃうんですね。これでも確かに石がつながって二間開き守ってるんですけど、ただやっぱりですね、まあ、これもそうだし、あと例えばこういう手とかね、こういうのもね、ちょっと硬すぎちゃうわけですよね。生きるんですけど、ちょっと硬すぎてしまう。はい、でコスミなんかも、まあ、打てばつながるし絶対安全なんですけど、これも今度は白としてはね、もうちっちゃく打ってくれれば荒らすまでもないという感じなんですよね。こんな風に来てても、まあ、また周りに来ると結構またね、はっきりしないですし、まあ、生きた時の形がどうしてもちっちゃくなってしまうんですね。なのでこんな風に打つのは、基本的には黒がね、不十分という感覚を持たなければいけません。やっぱちょっと硬すぎちゃうわけですよね。難しいですね。5って絶対に繋がってればいいかっていうと、そうでもないことが結構多くて、陣地もそう、 100% 地にした方がいいかっていうと意外とそうじゃなくて、入ってきてもまた柔軟に振り替わって他で得できるよっていう風な形にしておく方が得するケースってよくあるんですよ。絶対に繋がってる、絶対に入られないとかっていう字は案外今度は物が小さいよ、あとはまあスピードで言えばちょっとスピードが遅いよっていうことになるわけですよね。はい、なので、まあ、こんな風に打ってですね、あえて誘うようなイメージ、この辺の隙があるんですけど、まあそこはもう承知の上でね、これだと例えば次黒から桂馬とか打つとより大きな陣にできますよね。あと真ん中の方にもね、当然進出しやすくなりますから、はい、この手自体は決して悪い手じゃないということが多いんですけど、ただここに来た時に結構ね、逆に慌てすぎてしまう、ケース多いですから、さあこれに対してどう打つかというのが今日の問題になります。はい、ここでですね、まず急所はこちらの曲げが非常にね、打ちたい急所になります。ついついこう二間開きをね、切られたんで両方助けなきゃっていう感じになっちゃいそうですけど、実はねこの1個ね、上げちゃおうっていう作戦なんですよ。はい、例えばここで白が、まあ、最強の抵抗ですとこの辺に跳ねてですね、こんな風に来たとしましょう。はい、でこう来て、でこんな風に跳ねてね、はい、こんな風に来られると、はい、こちら側簡単に持ってかれちゃうんですよ。持ってかれちゃうんですけど、ただここでね、例えば跳ねたりとか、まあつけたりあると思うんですけど、まあ、羽ぐらい打ってましても、これで黒としては、まあ十分成功と言っていいと思います。取られてしまうんだけど、外がかなり厚くなりますし、まあ、こちら側のね、大ゲマジマリもかなりのダメージをね、負うことになりますんで、これで黒としては十分なんですね。はい、で、例えばですね、ここの時に、ですね、まあ、こんな風に打つと今度こっちも痛めないじゃないかとちょっと思うんですけど、これもやっぱりですね、跳ね継ぎが気持ちいいところですね。跳ね継ぎか、まあ、跳ね掛け継ぎか難しいところなんですけども、まあ、これ場合によってっていうところですけどね。はい、まあ、こんな風に今回打ってみましょうか。で当てにはつないで、で切りがありますから、なんかつなぎぐらいになるんですけど、またこんな風に例えば押しといて、まあ押していくか、あるいはこういうとこね、今度また急所をついてきましてね、まあ、例えばこんな風になっておいても、ここ取られちゃうんですよ。でここの二間開きの地なくなって白地になりましたよね。でも代わりに上が強くなったのと、隅の方が今度ね、黒地になってますから、これでも十分元が取れてるわけですね、黒としては。はい、なので打たれても一方的にこう白がね、攻勢をかけるっていうわけではなくて、まあ、黒も十分にそれをこの1個を取りにすることによって、十分に他でさばくことができるよということですね。はい、これ非常によく出てきます。はい、なのでこれに対して、まあ、あとはこういう手も考えられますかね。はい、これはただね、羽がぴったりで白はあまり良くない手ですね。はい、この時にちょっと打ちにくいですね。例えばこう押さえたいんですけど、それと当たりして取って、ここ取っちゃえばいいですもんね。まあ、切って分断はもちろんありえますけども、ただまあここ跳ねることができれば、通常はね、十分大丈夫かなというふうに思います。例えばこうね、曲がったりとかっていうことになりますが、ついどいて、これもやはりね、こちらがかなり行きやすい形にもなりますし、まあここがね、確かに黒弱いんですよ、この曲がった4個がね。ですけども白も弱いし今度できてますから、これも十分に戦うことができるかなというところですね。
はい、なので、うん、ここをね怖がる気持ちはむしろあの入門の頃よりちょっと勉強した後の方がこういうところ怖いんですよ。一見とも覗いてくるしなと、はい、確かにあるんです、はい、この手決して白もすごい悪いっていうわけじゃないんですよ。ただしだからといってこういう風に縮こまるのがいいかっていうとそういうわけでもないっていうのがねこの難しいところなんですよね、はい、ですのでここを飛んで、まあ、こう来てもカウンターパンチを逆に飛ばせるように、今回のね、こういった曲がりで、覚えていただければいいかなというふうに思います。はい、で例えばこんな風に打ってここを取られることが、まあ、そんなにね嫌じゃないよっていう感覚を持つことが大事ですね。これ取られるんだけど白硬いところからですねこうちょっと増えただけです。で二間開きなくなったとは言っても二間開きってそんなに地があるわけじゃないですから、はい、代わりに今度こっち側を荒らすことができれば、黒としては十分、満足のいく展開です。はい、ということで今回はですねこれ非常によく出てくる形ですので二間開きプラスこの一間飛びですね、はい、にはこのような押しということになります。あともう一個ね一応ここに来るでも十分考えられます。これの方がまあ手筋でよくね、本なんかにも出てくる手になるんですけどこれにはまあ相場はこんな感じですね。こう打っておきます。はい、コスミツケから戻って押さえてこのように来てここでまあ駆け継ぐとこんな相場ですかね。はい、まあ、このぐらいの手はですね正直二間開きに詰められてたらまあ覚悟しておかなければいけないというところですね。こちらねあの白よく見えると思うんですけどもちろんね白が攻めの立場の方で石数も多いしいいとこ締めてるんで、まあ、全体としては白がもちろんよく見えると思うんですけどさばきとして黒は逃げる方の立場としてはこれで十分、まあ、相場の進行というところですね。でまあ最後ねこれ桂馬で打つのはこれそういえばねあの先日の質問でもありましたつなぎで守るときとかけつぎで守るときあと桂馬で守るときねあるどれがいいんですかということですけどもまあどれも桂馬でもね基本的にはつながってます。はい、これ切ってきても当てて逃げたらドーンと取れますよね。なんでですねこれ本当難しい話なんですけどつなげばもちろん硬いですね。硬いんですけどもこっちの方がですね、ま、どうせ切りを守っててかつやっぱりスピードがちょっとでもこう真ん中にね逃げるスピードってあった方がいいので、ま、より働くという意味でね、この場合はこちらの桂馬の方がおすすめかなと。ただまあ正直言うと結構ねビサではあるのでまあややまあこっちの方がおしゃれかなっていうぐらいに思っていてください。そう囲碁でもねおしゃれってあるんですよね。そうですねこれね碁のおしゃれって分かりにくいと思うんですけどねまあこう打つのが例えば、まあ、サングラスをこれ普通にかけてる人だとしましょう。そしたらまあかけ継ぎはこうサングラスをこう頭の上に乗せてねかけてるようなイメージ。はい、で、まあ、ここまで使いあの桂馬まで使いこなせるようになるとこれサングラスあの下にこうぶら下げてね昔そういう歌手の人いたんですけども、はい、サングラスを下にぶら下げてかけてるようなイメージ、うん、それぐらいちょっと この方がおしゃれでね、まあ、碁をこう勉強するにつれてこういう手をね使いたくなるかなというイメージですね。はい、なんでまあねあのビサなんで、うん、どれがおしゃれかって見る人にもよりますしね実際ね。なんでまあビサですけどねこの方がちょっと働いてるかなという私の感覚ですね。はい、ということでちょっとねせっかくなんでご質問にも一つ答えさせていただきました。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日実践に役立つ動画をですねいろいろ撮っておりますのでぜひともチャンネル登録の上お楽しみいただけると嬉しく思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。